この番組は洗顔で素肌は変わるバーナルとご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんばんは、深川亮です。こんばんは、内藤さとこです。5時に夢中火曜日、本日のコメンテーターをご紹介します。まずは永遠のグラドル岡本夏樹さん、そしてお嫁北斗晶さんです。よろしくお願いします。さあ、今週も岡本さん非常に夏らしい、そう本人はそう思ってんですよね、はい、ところが先週でしたっけ、火曜ダンディをちょっと見てたら、はい、35歳以上のパイオツは見たくないというようなちょっとナーバス発言があって、はい、それで私は意地でもじゃあ50のパイオツ出しちゃいけねえのかって思って俺は今日あえて挑戦してんだ。その発言の前から結構出されてましたけど、はい、もうさらに出したいなと。だからそういう意味でみんな陰で笑ってんだなと思って、俺のことを。その下半身はどういう状況？下半身もう48キロまでやったからね。おー、素晴らしいじゃないですか。すげえな。かなりいい仕上がりですよね。今さ、生放送さ、本番の30秒前にせんべい食ってたよな。今日はね、朝から何も食っちゃいね、ろくなもん食べないで、今もう痩せよう痩せよう痩せようと頑張ってんだ、はい、あんたのイベントまで47歳になって、47キロになって、17歳の時の体重と同じになって出ようと思ってんだ。本当ですか？いや、ありがとう。今週は前に出ないってことは、何か結構あの激しめのお叱り受けたんですか？だからちょっと BP なんとか引っかかったね。そうですね、いよいよ交換始末書30枚ぐらい書いてますから。わかりました、本日もよろしくお願いします。さあ、そして火曜日のクルネット会はこの男です。こんばんは、クルネット会のエンドゥです。さあ、火曜コーナーはこちらの2つです。追跡ベスト8はいくつになってもアクティブに活動する最高齢のある職業の方を追跡してきました。そしてゴジュムコミュニケーション道場では5時に夢中第4代 MC の柴田幸太郎さんが登場。講師も務める柴田さんに子どもの成績を上げる必殺コミュニケーション術を学びます。皆さん、どちらもお楽しみに。さあ、生投票です。今日のテーマは何でしょうか？はい、女優の深田恭子さんが昨日大阪市内でミュージカル100万回生きた猫の会見に出席しました。舞台初挑戦となる深田さん、稽古でも初体験の連続だったということです。そこで今日のテーマはこちら。あなたは最近何かを初体験しましたか？1下にしていない。はい、まずは岡本さん、いかがでしょうか？まあ、今あの執筆をね、終えたんですけども、はいはい、まあ、また1から書き直すことになりました。え、なぜですか？自費ですよね。自費出版なんだけど、はい、やっぱね、あのね、文章がね、書けば書くほどね、はい、どんどん上手になるの。お、そうですか。ってことは、うん、はい、もう一回書こうとすると違う文章がまた同じテーマで出てきちゃうわけよ。ほうほうほう。よりクオリティの高いものを世界にお届けするために全部書き直す、はい、ただそのなんか私のイベントでね、販売したいみたいな、そういうタイムスケジュール的には、ただからあんたのイベントでは先行予約のみ受け付けます。その会場で受け付けるってことですか？そうです。あの人のイベントでまあまあ感謝もしてるんですけども、はい、前金ですか？はい、前金でもらうもんもらっていなくなっちゃうね。本の値段は今1万円を考えてます。え、一冊、え、先週は1000円と言ってましたけど。内容的にはかなりボリューミーになるんですか？だからボリューミーにするから1万円取ろうかなと思って。ああ、そうですか。まあ場合によってはあの国家権力に委ねようかなと思いますけども。さあ、北斗さん、初体験ですがいかがでしょうか？いや、私はね、さっきの話じゃないけど、初めて自分のブログで人のことを申し訳ございませんでしたって謝りましたよ。あんたのケツだよ、バカ。これ初体験だわ、はい、ちゃんと周りがね、尻拭いしてるわけですからね。さあ、皆さんはいかがでしょうか？あなたは最近どんな初体験をしましたか？ファックス、メール、ツイッターでお寄せください。メッセージをご紹介した方には番組ステッカーをプレゼントいたします。ご希望の方は住所、名義の上お送りください。5時に夢中では生投票へのご参加および皆様のご意見をメール、ツイッターで募集しています。番組ホームページもしくは見え会サイトからご利用ください。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしております。
本当？綺麗。ここが僕たちのふるさと、ブルーベリーの森だよ。北欧からの贈り物、ブルーベリーアイ若さ生活。自動車保険の更新ならソニー損保、夜間休日も事故受付、労働サービス無料でつくつく、保険料は走る分だけだけだけだから、選ばれ続けて売り上げナンバーワン。ネット申し込みなら8000円割引。今こそダイレクト、始めならソニー損保。月刊ベストエイト、まずは第8位、週刊富士結婚3連発。今日は結婚報道が相次ぎました。まずはニュースゼロのキャスター、山岸舞さん28歳、30代の一般男性とすでに結婚していたことが明らかになり、秋の番組降板に合わせて芸能界を引退すると報道されています。続いては女優小野真知子さん33歳、エグザイルらが所属する芸能事務所 LDH の専務取締役の男性44歳と1年の交際を経て、先週婚姻届を提出したそうです。さらに以前から交際が噂されていた爆笑問題の田中裕二さん50歳と山口萌絵さん38歳の結婚を日刊スポーツがスクープ。記事によると、すでに都心の高級マンションで同居生活をスタートさせているそうですが、田中さんの所属事務所の社長は自身のツイッターで、入籍していませんとコメントしています。はい、おかげさまで内藤さんの舌打ち3連発も無事打ち上がりました。そうです、ね、さあ岡本さん、気になる組み合わせどこでしょうか。だからね、はい、トップバッターから切らせていただくならば、はい、この山岸舞さん、はい、女の株価の最高値は27歳だといつも私言ってます、はい、だから里子さんの株は今36円なんです、はい、もう大暴落ですね。岡本さん、先ほどバストでね、どうも言ってない人と大して変わらないですよ。でも岡本さんの言う27歳の株価というのはどういう意味でなんでしょうか。もうこれは全てにおいてね、はい、やっぱり例えば、じゃあいいよ、深川亮が彼女なり結婚したい人を親に会わせる、はい、じゃあ40過ぎた女性連れてくるのと、はい、やっぱり27ぐらい女性連れてくるのと、はい、お母さんが喜ぶのどっちですかってことなわけ。いや、変わらないですよ、バカ野郎。ちょっとすいません、な、何目線のバカ野郎。何が変わんないで、綺麗事言ってんじゃねえバカ野郎ってことだよ。いや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 、そんなことないですよ。バカ野郎、そんなことあるから27歳の最高値で最高の男捕まえてるか、バカ野郎。いや、そうで、ホッケさん、そうですか。お前、今イメージ気にしただろ。いやいやいや、いやいや、ちょっと、いや、それは全くないですけど。それはやっぱりさ、はい、そう、若いからいいとかじゃなくて、はい、やっぱり40とかになっちゃうとどうなのかとかって親は思うのは当たり前だと思うよ、それは。例えば、うちの息子に3人のね、はい、後継ぎが欲しいと、うんうん、はい、じゃあ40過ぎた女性に3人の後継ぎを頑張れますかってことなわけ。やっぱりどうやったって27の女性の方が妊娠もしやすいだろうし、次のスタンバイ次のスタンバイどんどん行きやすいわけよ。これは現実なわけ、目を覚まして。ただ私は年齢で結婚しないですからね。何で結婚するの。何で結婚するの。いや、もう、あの、何でというわけじゃない、年齢がその審査の対象にならない。何が審査の対象なんだい。いや、そのフィーリングでしょうかね。お前、まあ、ちょっと待ってください。これがそんなになんか綺麗事になってしまいますよ。超綺麗事だよ。いやいや、無駄じゃないわ、バカ野郎。どうか、猿が暴れてます。内藤さん、どうですか。いや、でも、あの、真実は岡本さんが言ってる方だなとは感じます、うん、だってその真実を通り過ぎた女よ。そうですか。いや、結果私が損してる気がするんですけど。そうなんでしょうかね。はい、わかりました。なんだよそれ。いや、どうなんで、第7役者です。東京新聞、1日13時間。公立小中学校の副校長、教頭の1日の平均在校時間は小学校で12時間50分、
中学校で12時間53分に上ることが文部科学省の調査で明らかになりました。一方、教諭の在校時間は小学校が11時間35分で中学校が12時間6分。さらに副校長、教頭、教諭ともに自宅で仕事を1時間以上していたということです。教員の勤務は1日7時間45分とされていますが、以前から指摘されている長時間労働が改善されていない状況がうかがえたと東京新聞は報じています。はい、北斗さん、この数字どうでしょうか。確かにその労働時間ね、はい、あの日本8時間、はい、そういうことを考えたら長いじゃない、はい、でもなんだろう、日本って長くその働いて残業とかすることが美徳みたいなとこあるじゃん。ありますね、うん、だから例えばこの芸能の仕事だって、はい、じゃあ労働その基準法の中で済まされるかって言ったらそうじゃない仕事も多いよね、はい、だからその職種によってはあれなんだけど、学校の先生って、はい、多分授業だけじゃなくて、はい、その後部活、はい、テストの採点とか、はい、その個人的な例えばトラブル起こしちゃった子の対処とか、ね、はい、いろんな意味で長くなっちゃうと思うの、はい、でも、うん、その日本の学校って部活動をやるとかっていうの、はい、なんか決まり事になってるから、はい、これを短くするのであれば、はい、やっぱりその授業以外の活動、はい、部活動とかは別の人、例えば野球部だったら野球の、うん、経験者の人にお願いするとか、はい、そういうふうにしていかなかったらこの労働時間って短くなったりしないような気がするよね。負担が大きすぎますね、うん、岡本さんどうでしょうか。うん、私のお兄さんとお姉さんがちょっと学校の先生をやってたことがあるんですけども。そうなの？あるのよ。どうしたんだよおめえ。わかんない、はいはい、私の兄も教諭やってますからね。そうなんだよね。そうです。今も、はい、今も、はい、どこの？あの神奈川で、はい、何教えてんの？もういいでしょそれ。小学校の先生ですけども。素敵、はいはい、やっぱり長い。まあでもかなり大変だったみたいです。家に帰ってきてもなんかこんなでかい紙にいろいろ書いたりとか、授業で用意するものとか、24時間追われてるから時間給で割ったら300円にもならないよ。なんとかしなくちゃいけないな。本当に多分学校の先生大変よ。給料上げるべきだと思いますか。上げてあげた方がいいんじゃない。なり手が少ないっていうのはさ、介護の世界もそうだけども、そう変なとこで金取りすぎなんだよ。楽してる商売で肉体労働で先生なんかよ。そうですね、はい、ありがとうございました。続いて第6位はこちらです。日刊現代、難儀でおもろい酒の席。落語家桂ざこばさんの連載コラムに師匠桂米朝さんのお酒の席での行動が綴られています。米朝さんは弟子と一緒に飲みに行くと、それ食べや、それうまいでなどと言って、とにかく食べ物や飲み物を勧めてくるとか、また緊張してお酒が進まない弟子がいると頼むさかい飲んでくれと懇願し、しまいには弟子の杯に酒を注いで回り、自分は手酌で飲んでしまうということです。はい、岡本さん、酒の席で個性が出る印象ありますか。ちょっと私の酒癖ってどう思う。酒癖、お酒に関わらずなんですけどね。関わらず吠えてますよね、はい、なんかね、酒飲むと、まあ、私自分ではそう思わないよ、うん、よりくどくなるらしいんだよ。いや俺はそう思ってないんだ、うん、であるその歌手の方と、うん、まあ、3人で飯食った時に、うん、4時間ぐらいほらあの食事会があって、はい、でもその人は帰ろうとしたら、私がいやもっとゆっくりいろんな話しましょうって言ったら、なんかそれが要はくどいと、もう4時間も一緒にいたんだから、私はもう男とデートしたいんだと、だから解放してくれってことだよね要はね。それでなんか揉めて、はい、それであなたを兄を使って芸能界から追放しますになったわけ。酒の席のその話からそんな大事になるんですか。だから大事になったわけよ、はい、で自分ではそんな風なつもりないんだけど、楽しくやってるつもりだったんだけど、はい、酒癖って本人は分かんないわけじゃん。あ、そう、はい、で、はい、海外ロケね、はい、ある方と行ったわけよ、はい、でもそのある方というのは、まあ、有名な方なんだけども、はい、酒は飲めないっていう有名な方なのよ、はい、だけどその香港かどっか一緒にいたら3人ロケで、はいはい、で夜酒飲んでなんか様子が変わってった、はい、ってことは酒は飲めないんじゃなくて本当は飲める、だけど飲んじゃうと目が座ってブランメイク調で変わってきたわけよ。もう一人のその人が出てきちゃったわけ。ってことは奥さんが酒は飲めないっていう体にしてるわけよ、うん、飲んじゃうと表現しちゃうとスタッフ一同みんな凍りついちゃうから、あ、そういう人がゴジムのスタッフにもいるね。いますかね。名前はねちょっと言えないね。
みんな引きつってんじゃねえかよ自分じゃねえか。あ、まあまあまあ若干心当たりもあります、北斗さんはどうでしょうか。いや私はね酒飲まないから、はい、分かんないけどもうこう嫌だなと思うのは、はい、あの飲めないわけないだろうって俺体でかいでしょ、嘘つけて一生懸命持って歩いてそうじゃんって飲め飲めって言われるのは私は嫌だねやっぱり。確かに教養良くないですよね、うん、はい、ありがとうございました。続いて第5位はこちらです。2カ月台天達超えなるか。 TBS 昼帯のお天気キャスター森明さん55歳が担当するコーナーの仕掛けが日に日に進化しているそうです。いつもは小学生の工作のようなパネルを使って解説をしていたんですが、昨日の放送で登場した仕掛けはスイッチ一つでパネルが立ち上がる全自動だったとか。予報を間違えた時のやり取りが面白いなどと評判の森さん、気象予報士の人気ランキングでは長らく徳ダネの天達武さんがトップを張ってきましたが、番組が売り出しに本腰を入れたら天達を脅かす存在になる可能性は大きいとテレビ関係者は語っています。はい、北斗さん、天達さんも森さんもやっぱり人柄なんでしょうかね、うん、あの森さんもすごくいいと思うんだけど、はいはい、私天達超えはね難しいと思う正直言って。その、うん、このなんていうの天気予報を伝えるのがいい悪いじゃないのよ、はい、天達ってこれすっごい頭に残らない、ね、みんな、はい、これね小倉さん込みの天達さんなのよ、ね、やっぱり天達さんのことを小倉さんが天達って呼んだことに対してなんか天気予報の話ママ友と一回になった時に、はい、ママ友たちも天達って言ったのよ。その天達という名前は難しい上に、はいはい、そのなんだろう、うん、小倉さんの言い方で天達という名前がみんなもう入ってるのよ、ね、かなりその影響大きいですね。そうでしょ、だからなんか天気予報イコール天達さん、はい、天達っていうイメージが私は強くて、はい、そういう意味であのこうアンケートとか取るとやっぱり天達って出てくるような気がするんだよね、はい、エンドは何て呼ばれたいですか。ドゥそうだったね、ドゥでもだったね、うん、そうだよ、それドゥって村上庄司さんのドゥーになっちゃう。ドゥドゥドゥがいい。この後ダンシング天気予報です。ドゥ見せちゃったじゃないか。まだまだ見なかったことにしてね、まだまだわからないですから。小川さんいかがでしょうか。だからさっきの天達の天達発言で言うならば、はい、その小倉さんが天達を俺は売ってやるっていうの有名な話ですよね。やっぱ天気でその売るってなかなか難しいじゃないですか、はい、タレントさんみたいに、はい、でももうお前の認知度を全国にするからなって言って、はい、天達ってあの言葉でもうこの言葉で浸透させたって小倉さんのやっぱり腕なんじゃないのかな。そうですね、はい、ありがとうございました。続いて第4位はこちらです。東京スポーツ福島弁丸出し演歌女子。新人演歌歌手のつぶきみゆさん19歳が2月にリリースしたデビューシングル会津山の神のセールスが1万5000枚を突破したことを記念して都内でミニライブを開きました。つぶきさんは AKB48 にいそうな愛らしいルックスと出身地の福島弁丸出しのトークで人気上昇中とのこと。方言は矯正しようかと悩んでいたそうですが、うまく喋ろうと思わなくてもいいと会社の人に言われてありのままで喋ることにしたそう。最近では山内圭介さんが演歌男子としてブレイクし若手を引っ張っていることもあり、今後つぶきさんも演歌女子としての活躍が期待されています。はい、岡本さん、やはり方言ってぬくもりがありますね。そうですね、はい、だけどなんかこの私が不思議なのは、はい、関西バリバリの人が普通に何年も仕事してて実は関西出身だったってえーっていうぐらい関西弁を完全に消してる人いますよ。あ、そうですか、珍しいですね。何にも関西の彼女の雰囲気もない、うん、普通に江戸っ子の感じ、はい、だけど俺実は関西なんだよって普通にあの大阪の人が来たら普通に関西弁始まっちゃうと、うん、はい、あら全然別人っていうぐらい関西の人が関東のその言葉を、はい、完全にカモフラージュっていうかこう完璧にマスターするのはできるけど、はい、関東の人間がいくら関西弁やってもなんかちゃうねんってイントネーションが偽物だって言われるわけ、うん、あれなんだろうね、うん、いや、やはり普段から使わないと、うん、あれそんなすぐはできないね。耳もやっぱ重要ですからね。だからよくほら NHK のドラマなんかでも関西弁のやつを無理やりやるじゃない、はい、東京の女優さんが、はい、どうしても嘘っぽいってよく言うよね。岡本さん自身は静岡の方言っていうのも多少は、そうずら、あ、ズラの、ズラの、ズラの、はい、やっただよ。
やっただよもそうだよ。そこ行っただよ、俺ら行っただよ。はい、だよだよ。はい、それは少しこう封印するっていう意識がある。いや封印じゃないよ。俺はいつもブログならそうだよとかそうだなとかやってるよ。あ、ブログはね。そうするとみんな喜ぶ静岡の人が、ああもっと静岡弁使ってほしいほしいって言って、もう東京に行っちゃったから気持ちは東京行っちゃったかなと思うと、はい、ちゃんと静岡弁使うと、あ、うん、静岡にまだ心があるんですねなんてさ。ああでもやっぱ喜ぶわけですよね。内藤さんなんか山梨の多少出ますか。ほとんどもう出ないですけど、はい、でも実家に帰るとやっぱり友人は使ってますよね。どういうイントネーションですか。いや、あの静岡と隣なんて結構似てるんですけど仲は悪いんですよ、うん、そんなことお互いで富士山取り合ってから、ね、すごい仲悪いのが、こういう人に対してそんな婚一挙しとか言います。何ですか、どういう意味それ。そんなことを言うなってことですね。おお、でもいいですね北斗さん、こういうねえ、私は方言すごい可愛いと思う、はい、ただ私の方ではダベだね、ベ。あ、埼玉は結構やっぱそれ多いよね。それ北海道もダベ、ダベ、うん、ダベとかってなんとかダベとかって使うところ結構多いよね。でもなんかほら、あのうち健介が福岡じゃない、はい、なんか女の子とかがトットトとかって初め聞いた時トばっかり言って、なんだあれって鶏見てたなと思ったらここトッってますかって、はい、席取ってますかって、とっとうとってね、なんか言ったりとかしてるもんね、はい、ああいうのちょっと可愛いなと思うよね。そうですね、うん、はい、ありがとうございました。 CM の後は追跡ベスト8です。お家かな。今東京に建てているお家の間取りです。東京に戸建て、オペンホースです。あ、オペンね。営業の方がいい人でいろんなものをくださいました。もの幸せです。東京に家を求め、オープンハウス。この辺住んでるの。今度あの家に住みます。東京の戸建てなんですね。友達になってください。家目的ですね。あ、いや、そんなに東京に家が欲しいんですか。欲しいです。東京に家を求め、オープンハウス。こんなに俺たち出しちゃって大丈夫かな。大丈夫かな。汗に近い成分を美味しく手軽に体に戻せ、熱中対策水レモン味。何が正しいんだろう、どっちへ行けばいいんだろう。本当のことが知りたいから、私は東京新聞。試し読みから東京新聞、まずは無料で1週間。ホットウェブで検索。オールニューバンテリン。肩に腰になかなか取れない肩や腰の痛みに赤のバンテリン。筋肉に関節にスポーツなどによる急な痛みに青のバンテリン。バンテリン EX。 スマホで M キャス東京 MX が見れる。 M キャスサクサク見れる。 M キャス画質も綺麗。 M キャスもちろん無料。 M キャス東京 MX 見るなら M キャス。 M キャスで検索。さあ遠藤君、今回何でしょうか。はい、今週の追跡テーマはこちらです。先週夕刊フジに掲載された、65歳以上の犯罪が増加し暴走する老人が増えているという記事。これを受けてスタジオでは、60でよくなんか定年ですか、うん、って言ってももう若いのに、ね、何かあの仕事がなくなって、はい、じゃあ毎日その年金だけで何すんのってところでね、はい、その鬱憤が溜まって、それをこうなんか吐き口がない、はい、スタジオでは吐き口がなく鬱憤を溜めてしまい、エネルギーを犯罪に使ってしまう老人が多いのではという見解に。とはいえ巷にはそんな老人ばかりではなく、いくつになってもアクティブに活動する老人もいます。そこで今回はアクティブに活動するある最高齢者を追跡してきました。というわけでご覧ください、追跡ベスト8。やってきたのは南千住。こちらの一軒家にある最高齢者の方が住んでいるそうです。こんにちは。こんにちは。あのこちらに現役最高齢の方がいるとお聞きしたんですけど。皆が、はい、そう言います。私です。こちらが倉持貫楽郎さん、御年96歳。倉持さんって、はい、何の日本最高齢なんですか。私は日本の最高齢のマジシャンでございます。マジシャン、はい、倉持さんは国内最大級のマジック団体日本奇術連盟に所属。めでたいひろしの芸名で活動する日本最高齢のマジシャンなんです。
幼稚園や老人ホームなどを中心に年に20件ほどマジックを披露しています。あ、鳩さんがいる。お部屋にはマジックの定番鳩が。名前なんて言うんですか？名前は太郎さん。太郎さん、太郎さん、エンドだよ。他にもマジックで使う道具が部屋の至る所に。そんな倉持さんがマジックを始めたきっかけとは？60年間魚へ。商売柄町内の集まりなどの宴会も多く、歌が苦手だった倉持さんが選んだのはマジックだったんです。マジックはいつ頃始めたんですか？大体50年前ですね。え、半世紀も前。はい、商売してるからね、もう20年ぐらいずっと練習もできなかったけど、で、まあ、30年前からぼそぼそ練習して、まあ、皆さんの前でできるようになったんです。ほとんどのマジックを独学で覚えたという倉持さん、レパートリーを伺うと100は越してるんじゃないかね。そんなに。そこで倉持さんにマジックを見せていただきました。おお、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 おお。まずは手からいくつもの花を出すマジック。うおー、わーお、すごい、ブラボー。続いて取り出したのはティッシュ。おー、うわー、ただティッシュだったのに。すごい。96歳にしてこの腕前。マジックを長年続けられる秘訣とは？散歩だね。差し置きたい。今日って散歩って？これから出ます。これからですか？はい、一緒に行ってもいいですか？結構です、どうぞ。ということで一緒に散歩へ。毎日朝晩8000歩ずつ歩くのが日課という倉持さん。散歩以外にも何か健康の秘訣だったりしますか？毎日生卵を食べる。生卵が元気の元さん。疲れました？いやいやいや、倉持さん全然疲れてない。本当に疲れたって。なぜか96歳ではなく27歳が疲れたということで公園で一休みすることに。倉持さんは4年前から自宅でマジック道場を開き、近所の方にマジックを教えているそう。そこで僕にでもできるこう初心者向けのなんかマジックと今教えてもらったりとかできますか？はい、できます。まず私が見本を示しますから、はい、それを真似てやっていただける。初心者のやつですよ。はい。お札の向きにご注目ください。じゃあ見ていてください。はい、一枚のお札、はい、普通の先生が前に降ります、はい、そしてこう折っていきます、はい、で列車をかけてまた同じように開いて、はい、で前に倒します。あれ、あ、お、反対になっちゃった。もう一回見たい。よく分かんなかった。これ俺もやるんですか？できます。果たしてすでにバテ気味のエンドゥはこのマジックを習得できるのでしょうか？こうやってこうやって。それではエンリューがお札マジックにチャレンジ。チャラララララ、ただの千円じゃない。マジックじゃない。時計が。うん。なんでだろう。いいなあか。どうですか？どうですか？はい。千円貸してやりたい。見事成功。それでは倉持さんによる種明かし。こういうお札がございます。これを前からこう折って、折ったらこう左右からこんなふうに、ここが最大のポイントです。
そのまま開くのではなく右と左を逆に開くことでお札が反対になるんです。言ってること分かった。なるほど。そんな倉持さんの今後の展望は、志賀さんみたいなねマジックを一回やってみたいな。うわ、倉持さん100歳までマジック続けてくださいね。はい、というわけでしたが、って皆さんもう1000円のそれに夢中ですね。どうですか北斗さん、できそうですか。意味は分かんないよ。あ、できた、あ、できた、あ、できました、できてる。あれ、じゃあ初めてひっくり返ったんじゃないの。はい、で前ここ下から前に持ってやってこうやってやって、はい、こうやってやって開いて横に開いていただいて横に開いて、そうですそうです、それですそれです、できたできた。なんでできるの。意外と簡単なんですよこれ。なんで何もできない。ごめん、どうしてこうなってるのかわからない。原理を忘れちゃった。でもやっぱこうやって指先動かすから元気なんですかね。さっきさ96歳に見えなくない。全然見えなかったです。申し訳ないけど70代、はい、後半行ってるか行かないかぐらいなんで、肌ツヤもいいし眼鏡もかけてないし、耳もすごいしっかりちゃんと聞こえてたので、指先を走り、はい、でした、ね、本格的にマジック始めたの30年前って、もう30年前がすでに66歳だよ、はい、すごいよね。そこから練習もしっかりすごい始めたらしいです。ありがとうございました。以上、追跡ベスト8でした。では生投票途中経過見てみましょう。はい、今日のテーマはあなたは最近何か初体験しましたかと聞いていますが、途中経過はこのようになっています。下1488ポイント、していない1820ポイント。はい、何の初体験でしょうか。はい、ご紹介いたします。こちら手のひらサイズさんという女性の方ですね、はい、私は最近ベランダの日当たりのいい場所でプランターで家庭菜園を初体験しています。ホームセンターで野菜の苗が98円と安く売っていたのでやってみようと思いました。意外と簡単でたくさん収穫できるので家庭菜園にはまりそうです。このベランダの家庭菜園で虫が来ないか。そうでもないよ、来ない、やっぱり来ないんだ、うん、はい、あの来そうだったら巣をシュッシュッシュッと、うん、さすがオスはティンクルだね、ティンクルでございます、はい、ありがとうございました。CM の後トップ3の発表です。いろいろ試したけどエステが一番楽にかっこよく男のエステダンディハウス。帰ってきたよ武道館。コクうまご飯が炊けたらコクうまあるじゃんあるじゃん、コクうま、コクとうまみがあるじゃんあるじゃん、コクうま、熱々ご飯にあるじゃんあるじゃん、コクうま、サラ大好き、コクうま。東京 MX 公演2015国立ボリショイサーカス、7月29日から8月5日まで横浜文化体育館、8月8日から8月11日まで幕張メッセイベントホールで開催。ワクワクドキドキがいっぱい。チケット好評発売中。みんな揃って見に来てね。大人の夜のワイドショー、バラ色ダンディーは、ゆるちゃん夜9時寝れない、ゆるちゃん夜9時寝れない、ゆるちゃん夜9時寝れない、見ないと今夜は寝れない。さあ、いよいよベストスピナーです。まだ第3位。東京スポーツ缶詰バー。現在大阪難波にある缶詰バーリンダが話題になっているようです。このバーには浜田省吾マニアのマスターと気さくな女性スタッフがおり、店内には程よいバスエ感が漂い、大量の缶詰が並んでいるさ。この缶詰を当てに飲みに来る方も多く、50種類以上ある缶詰のアレンジ料理も人気とのこと。チャージが600円でドリンクも料理もリーズナブルなため、安心して飲みに行けるお店だと記事では伝えています。はい、北斗さん好きな缶詰ありますか。好きな缶詰は、はい、やっぱり焼き鳥、あ、焼き鳥あるじゃない、はい、あれをあの親子丼にしちゃうのよ。
そうすると美味しいのはだってもともとすごい美味しい味ついてんだから。独特の味付けですよね。うん、で焼いてあるじゃない。うちでは焼かないから、はい、焼いてほらからの味付けだからすごい美味しい。はい、岡本さんどうでしょうか。焼き鳥ならほっていい焼き焼き。あったね。本日のギャランティー、5割カットしたいと思います。ありがとうございました。続いて第2話こちらです。読売新聞、名前の由来。俳優の松坂桃李さんが自身の名前の由来について語っています。桃李という名前は中国の歴史家司馬遷の史記の一節だそうで、桃やすももは物を言わないが、その木の下に多くの人が集まり自然に道ができる、だからお前も人がたくさん寄ってくるような人徳のある大人になれと父親が名付けたそう。そんな名前を授かった松坂さんは目の前の仕事に真剣に取り組み、人との縁を大切にしながら年を重ねていけば桃李という名前に近づけるんじゃないかなとコメントしています。はい、岡本さん、名は体を成すと言いますが、素敵な名前ですね。改めてね、はい、なんか珍しい名前だね、うん、一瞬どうやって読むのかなっていうところから始まる ね、 分かんないよね、 でもこの人のキャラにこの名前は今となってはすごく合ってるね、うん、ですよね。やっぱ合うってことはとても重要なことね、うん、で私は本名は何回も金村幸子、はい、金村の幸せの子で、はい、本名の通りの人生歩んでます、はい、お金に苦労したことないからね、はい、でその日向淡路のもっと前のモデルクラブ静岡の時はね、はい、村上千夏、村上千夏、はい、その後早川優希、で早川優希のまま東京に来た、はい、で平田ウイルスに所属した、はい、そしたらうちは工藤優希がいるから優希が2人じゃ困るんだよって、はい、君が変えてくれって言って今からパンフレット印刷するから、はい、2時間以内に名前を考えてくれって俺にプレッシャーかけたんだ、はい、これで家は思うと銀座のクラブで働いた時に、うん、その同じモデルクラブの女が働いてて、うん、お客さんに「千夏です」って名あっ違う夏木ですって名刺出したの、はい、夏木これ夏に生まれる夏木ってこれで読むのって、そうよって、これいい名前だねってことで、じゃあこの名前もらっちゃおうかなってことで夏木をもらって、でたまたまゴルフを見てたら岡本綾子さんの全盛期ね、で、あ、岡本は静岡の岡だからちょうどいいや、で本を読みたいから岡本の本はいいねってことで岡本夏木になった、はい、いや北斗さん、今となったらぴったりですよね。うん、すごいぴったりだと思う。本当今までの他の名前聞いてもピンとこないもんね。よかったじゃん、平田オフィスに感謝じゃねえか。そういうことだな。文句ばっかり言ってんじゃねえだから。おさ、焼き鳥は法廷。焼き焼き。ありがとうございます。一応こちらです。イカ現代エロ動画がバレる。日刊現代の連載 IT 断捨離のすすめでは、ある男性があることがきっかけでスマホを解約した話を掲載しています。その男性は毎日帰宅してスマホでエッチな動画を検索して自分好みの作品を見つけるのが楽しみだったそうです。しかしある日リビングのソファーで横になりながら動画を見ているうちに寝てしまい、トイレに起きてきた妻にエッチな動画がバレてしまったとのこと。翌朝にはそんな妻からまさかの離婚を切り出され、動画を見るのはやめると断言して離婚は免れたそう。しかしその結果、誠意を示すためにスマホを解約しガラケーに戻す羽目になったと記事では展開しています。はい、北斗さん、ここで切れますかね。いや、これも別に違うんじゃないの。もともとその旦那のことがなんかもう嫌になってきてて、ちょうどいいきっかけになったんだと思うよ。だってエロ動画見てたぐらいで離婚になる。ねえ、健介さんだったら どんな感情になりますか。離婚でしょ。そんなになりますか。なんだかんだで。なんでずずしいんだよ。ケンスケが浮気したら離婚だって言うけど、はい、そこそこのブスですよ。よく言うなと思ってね、ずずしいんだよ。はい、でも男性が見るのに関しては岡本さんは寛容ですよね。男性がこういったものを見るのに関しては、いやいやいや、私はこうなっちゃうから誰とも付き合わないわけ。多分私は切っちゃうと思う。え、安倍さんだなっちゃう。え、旦那さんがエロ動画見てたらですか。切っちゃうと思う。そんなに
お前1位でみんなをドン引きさせてもらったよ。それは深い愛を心地に水をかけた女だからどうもすいませんでした。いたします。以上夕刊ベストエイトでした。5時に夢中では生投票へのご参加および皆様のご意見をメール、ツイッターで募集しています。番組ホームページもしくは携帯サイトからご利用ください。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしております。では皆さんからのメッセージ紹介します。はい、こちらゴロゴロの母さんという56歳の主婦の方です、はい、京都の方ですね、はい、北斗さん、健介さんのインドに住んでいる日本人女性を探しに行く番組を見ました。終始笑顔を絶やさず体当たりでリポートするところは優しい健介さんがにじみ出ていました。本当に素敵なご主人で羨ましいですと。ありがとうね、はい、ちょっと怖かったよロケに行くときは、ね、インドでたくさんのことが熱すぎて亡くなってる、ま、その時だったからね、まあ、初めてのインドだった。初めて、うん、いろいろねカルチャーショックがあるって聞きますけども、ね、でもすごい頑張ってみたいでね、よかったよかった、うん、ありがとうございます、はい、続きましてまゆみタックルさんという43歳の主婦の方です、毎日笑いをこらえて見ています。今日は高校3年生18歳の娘と一緒に見ています。娘の体重が47キロ。岡本さんはこの娘の体重を目指していらっしゃると知り驚いています。体のラインが素晴らしいです。顔立ちもよく化粧映えもしてスタイルもよく、私は岡本さん、好きですよ、北斗さんと岡本さんのブログ見ていますということです。先ほどのマジシャン96歳でびっくりしてましたけど、冷静に考えたらこれ49.10歳ぐらいですよね。もう50に手が伸びてる、2ヶ月でボディとは思えないですから、うん、だからあんたの誕生日っていうかね、あんたのイベントで誕生日祝ってもらおうかなと思ってんだ、はい、50歳の、はい、誰にも祝ってもらうことないから私のイベントいろいろやることありますよね結構ねなんかねしたたかに利用しようとして、ね、いやでもこれは努力の賜物ですからね。素晴らしいです。努力なくしてはね、はい、50はただの崩壊以外何もんでもないわ。ちょっと次のお便り言っていいですか。ヘッポコ無線係さんと46歳の主婦の方、こちらも京都の方です、はい、北斗さん、花ちゃんのお誕生日ケーキとても可愛いですね。ワンちゃんのことですね、花ちゃん、はい、ちゃんと家族の一員になってますね。初夏から夏にかけては北斗さんのお宅ではお祝い事がいっぱいでお忙しそうですねと。そうなのよ、あさって30日がうちの花ちゃん1歳のお誕生日でね、今こうお魚でできた犬用のケーキがあるのよ。あこんなちっちゃいのに1600円もすんの、たまげたわ。大儲けだよペット業界だよ。本当によ、はい、はい、もう一つご紹介いたします。こちら岡本さん、大好き人間さんという大阪の方ですね、はい、な方だね、いよいよ夏の甲子園の地方予選が各地で進んでいますが、うん、はい、応援している福井県の高校を応援するため初めて決勝戦の応援に行きました。そして優勝しました。爽やかでした。ご自分も大好きですが、こうしてどぎつさと爽やかさを見事に取り入れられていて幸せです。まあ全然計算ではなくこれしかできないっていうのはあるんですよね。そうたまたまなんですけどね。いいね、見てるね、ドギツさと爽やかさ、ありがとうございます。ドギツ代表取締役さて、お知らせの後はご自分コミュニケーション道場、今回は島田孝太郎さんが登場します。はい、楽しみ。食べてんだよ。今回は皆様のお肌が自ら美しくなろうとする力をサポートするバーナルの素肌ツルツルセットをご紹介します。自信を持っておすすめしている4ステップスキンケア、おすすめの商品なんです。これ以外は何もいらないんですか、はい、そうなんです、この4商品だけでいいんです。バーナルといえば石鹸が2つある、洗顔を極めたらこの2つの石鹸になったんですね。薬用アンクソープはお肌についた汚れやお化粧、古い角質をすっきりと落としてくれる石鹸なんです。クレンジングはもういらない。そうなんです、メイクも落とせちゃう、はい、そしてその次に使っていただくのがこちらの白い石鹸、はい、薬用センシティブ財布です。この石鹸は肌の表面を滑らかにして、そして潤いを残してくれる、キメの整った肌に仕上げてくれるんです。だからこの2つを使うことで、はいはい、肌の土台がしっかりと整うんです。で土台が整ったところでこの、はい、エッセンシャルシャワー、こちらは
肌が自ら潤う力をサポートしてくれる。なるほど。そういう保湿スプレーなんですね。霧が細かいでしょ。そうなんです。メイクの上からも使える。そうなんです。そのまたスーッと入っていく感じが気持ちいいんですよね、はい、気持ちいいですよね。そして最後に、はい、キハナクリーミーセラムなんです。マヌカハニーと白樺樹液が配合されてます。非常に抗菌力の強い蜂蜜なんですよね、うん、なのでお肌のバランスをきちんと整えてくれるんです。これがもうバーナルがおすすめする素肌ツルツルセットなんですけども、はい、今回はさらに泡立てネットとソープディッシュもお付けした6点セット、通常価格6600円のところを今から30分以内にお申し込みいただきますと半額の3300円でのご提供です。お申し込みは今すぐ0120-017-666 0170666番までお電話お待ちしております。この時どういうご自分コミュニケーション道場、さあこのコーナーは日曜会話のピンチを回避する開始の一言を学びます。よろしくお願いします。では本日の講師はこの方です。本日の講師はさて5時に夢中、月曜日のコメンテーターは5時に夢中4代目 MC 柴田幸太郎さん。昭和の名優神谷二郎を父に持ち、1995年高校の英語教師から芸能界デビュー。その後も講師を続けながら俳優司会者として幅広く活躍しています。そんな柴田さんから今回は教師の会話術を教えていただきます。ということで4代目 MC 柴田幸太郎さんです。はい、どうも7年ぶりでございますけれども、はい、久しぶりのスタジオいかがでしょうか。いやあのね、火曜日は7年前は安全地帯だと思ったんですけど、はい、なんすかこれ、モーストデンジャラスゾーンですよ。夏休み前に、はいはい、BPO 大丈夫ですかこれ。いやホットさんは、もう当時、はい、もうおつぼねだからさ全員見てきたけどやっぱ真面目だった。あ、そうですか、うん、ね、あさあということで、はい、さ講師の立場なんですけど、実際高校や塾の講師もなさってる。そうですね、今も現役で、はい、高校で教えております。そんな柴田さんに教師の会話術を教えていただきます。この時どういう高校の教師をしているんですが、我がクラスの期末テストの平均点は学年最低。なんとか平均点を上げたいんですが、生徒たちは俺たちには関係ないと完全に一言。やる気を刺激して平均点を上げるためには何と言えばいいのでしょうか。さあ、まあ、はい、学生のうちにやる気出すってなかなか難しいんですよね。さあということで、皆さん考えてきましたか。考えてきました、はい、ではまずは遠藤君から参りましょう。こんな時どういう平均点なんて俺たちに関係ねえじゃん。楽しめなきゃ生きてる意味がない。だけど楽しいばかりじゃ針がない。おーおー、歌詞歌詞やるぞ。チェイスザチャンスっていう曲の歌詞の一部です、うん、ラップの一部なんですけど、これ歌詞を引用っていうのはなかなか効果あるんじゃないですか。そうですね、だからその嫌なことがある分楽しいことが待ってるよって、余計楽しくなるよって、うんうん、そう、メロディーに乗せるんじゃなくて今みたいなお経みたいに言うんです。楽しいばかりじゃ意味がない。はい、ありがとうございました。続いて内藤さんです。こんな時どういう平均点なんて関係ないじゃん。はい、勉強は自分のためにするものだよ と真面目に。10代にはちょっとね、でもほら何のために勉強するかわからないってよく子どもたちは言うので、自分のためですよと。これは分からない、大人になってから聞いてきましたね、そういうことを ね、ですよね、はい、さあ北斗さん参りましょう。この時どういう平均点なんて俺たちに関係ないじゃん。バーカ、最低最低じゃん。これでモチベーション上がればいいんですけど。でも俺言ったことありますよそれ、うん、言ったことありますよ、うん、だってですか、時にはそういうのも使わなきゃいけないんですよ、まあ、最後の手段ですけどね、うん、さあ岡本さん、こんな時どういう平均点なんて俺たちに関係ないじゃん。俺を見ろ、俺を見ろ、これどういうことでしょう。だから勉強しないと俺みたいになっちゃうぞと。あ、俺がやっぱり漢字も書けないし、だから取り返しのつかないこと、やっぱ勉強しなかったってことと、やっぱ歯を磨かなかったこと。大事ですよ、大事ですよね。歯が神経抜かれたらもう自分の歯ねえぞ。本当そうですよね。永久歯がどんだけ大事か分かってんのか。確かに歯磨き大事ですけどね。自分のこともこうね言ってやるのは落としてからね、言葉が入ってくるかもしれませんが、では皆さん模範解答がございます、はい、では行きましょう。平均点なんて俺たちに関係ないじゃん。柴田さん、はい、こんな時どういう。あのな、テストってな、体育祭なんだよ。俺はな、お前たちとみんなと優勝したいんだよ。ありがとうございました。さあどうでしょう。
ホトさんどうでしょう、これ効果ありそうでしょうか、ね、今柴田君に私が一言言いたい、はい、バーッて渾身のやつが出ましたよ。ただ柴田さん、これ効果ありですか。これね、はい、ものすごい上がるんですけど、体育祭っていう、あのね、実はね、体育祭みんなね頑張るんですよ、はい、でもね、平均点ってはっきり言ったらばバカバカしいことだと僕は思ってます、うんうん、でも他のクラスより下だったらば落ちてる点数拾ってくれよって、それだけで10点上がるだろうって、そこでもうちょっと頑張るやついるだろう、そうしたら10点15点上がるんですよ。実際に10点15点上がってるんです、これ。他のクラスとの戦いにするってことね。そういうことです。いや、僕はだからそこのところでお前のために頑張るよって、だからそこのところ協力してくれって言います。ちゃんと勉強してるクラスにありがとう、こんだけ勉強してくれてっていうふうに返したもん。これ日常で使えたりするんですか。これそうですね、はい、まあ、まず初めにできないとどうするっていうと、例えば何かが勉強できないっていうと、みんな練習しろ、もしくは問題解けっていうじゃないですか、はい、これやっちゃうとダメなんですよ。問題を解く前にまず基本が分からないとどうにもならないです。例えばスクワットやりますよね、お父さんね、その時形が分からないままずっとこういうふうにやってたら型が崩れるんです。勉強も同じで、やはり何をどういうふうにするのかって、まず道を揃えてあげる人を見つけることが大切だと僕は思います。ずいぶん面倒くさい MC ですね。4代目 MC 面倒くさい MC が喋れなかったんですよ。今探してください。だってゴルフだってね、下手なしに教わったら変なねスイングがね一生取れないもん、はい、最初は肝心なんだよ。道を開くんだね。そうですね、はい、さあ柴田さん、お知らせがあるということで。はい、はい、ですね、今今日私ですね、今ちょうど、出演している映画が公開しておりまして、タイトルはザ・ハイブリッド・ヌエの子というものでございます。この夏から全国で順次公開されまして、東京では現在ですね、渋谷と池袋で公開しています。来週末まではヒューマントラストシネマ渋谷、そして、池袋ではシネリーブル池袋というところで8月1日から8月7日まで、公演しています。これホラーですか。そうですね、ホラーです。どんな見どころとしては。見どころはですね、私がまずこのヌエを全て私が演じています。その他私の全裸、全裸、はい、その他私の間具合、いろんなものがございますんで、はい、見ていただければ。多分北斗さん大好きだ。いや、なんかちょっと夏って感じした、今見た瞬間に。はい、それで今日はですね、こちらの映画のチケット、番組をご覧の皆様に、私の手元には14枚のうちの10枚を、5組10名様にプレゼントします。はい、はい、ご希望の方は番組ホームページの専用フォームからご応募ください、はい、ということで、柴田さん本当にありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。お越しください、ね、はい、以上、ご自分コミュニケーション道場でした、はい、ありがとうございます。こんなに俺たち出しちゃって大丈夫かな。大丈夫かな。汗に近い成分を美味しく手軽に体に戻せ、熱中対策水レモン味。バーポップ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 バイアルポップポップサインポップ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 町のサインはポップサインへ。 GX コーポレーション。なりたいあなたが見つかるように、ベストな選択ができるように、私たちは一緒に考えます。美容と医療に心を込めて、精神美容クリニック。会津磐梯高原ダリコレクション。この番組は洗顔で素肌は変わるバーナルとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ではここで番組からのお知らせです。先日1日限定で大学生活を味わってきました。この日、文教大学越谷キャンパスではオープンキャンパスが開催されました。今日は文教大学のオープンキャンパスに来ています。今あちらでは受験生が在校生に直接どんなキャンパスライフを送っているか質問しているそうです。では早速お邪魔してみたいと思います。うん、つらこー。わお。今日はどんなことを質問したんですか。中学校の教員になるための授業のカリキュラムの組み方や留学のことについて聞きました。どんな感じで教えてくれました。
優しく分かりやすく説明してもらえたので聞く側としてはとても良くて分かりやすかったです。実際どうですか入ってみて。はい、勉強はもちろんなんですけどとてもいい友達ができて毎日充実してます。そこで先生にもインタビュー。文教大学にはどんな夢を持った学生がいらっしゃるんですか。はい、文教大学の建学の精神である人間愛という考え方によって世の中を良くしていこうと、その中で活躍していこうという夢を持って卒業していく学生が多いです。もちろんオープンキャンパスでは他にも高校とはスタイルが違う模擬授業を体験したり志望学部への理解を深めるガイダンス、さらに100円で学食体験ができたりと実際と同じような大学生活を味わうことができるとてもいいチャンスです。今後も文教大学オープンキャンパスはご覧の日程で行われます。受験生の方ぜひ参加してみてくださいね。保護者の方も一緒に参加できますよ。続いてはこちらのお知らせです。5時に夢中は来週夏のスペシャルウィークを実施します。ディズニーリゾートの最新情報満載、5時に夢中とディズニーのスペシャルコラボグッズを毎日プレゼントします。詳しくは来週の放送をご覧ください。お楽しみに。さあ生投票最終結果どうなったでしょうか。はい、今日のテーマはあなたは最近何かを初体験しましたかと聞いていますが、最終投票結果はこうなりました。下2430ポイント、していない3056ポイント。はい、メッセージ紹介します。はい、こちらふんずまりこさんという40歳の女性の方です、はい、初体験しました。プロの方にセミヌード写真を撮ってもらいました。現時点での自分を写真に残しておこうと思い、ある撮影会に参加し、プロの方にメイクしてもらい、服や小物も合わせてもらってから撮影を開始したんですが、背中がとても綺麗だからセミヌードを撮りましょうとおだてられ、せっかくだからと脱いでしまいました。先日その日撮影した写真が自宅に届きましたが、使い道に困っています。家にでもしようかなと思っていますと。まあ、いい機会ですけどもね、機嫌になりそうですね。はい、メッセージありがとうございました、はい、ではここで天気予報です。ダンシング天気予報の時間です。今日は視聴者からのリクエストを紹介します。はい、東京都朝から熱帯夜、女性で48歳の方からありがとうございます。ダンシングリクエスト、クラスの夏の日の1993でお願いします。私は1993年の夏に子供を出産しまして、夏が来るたびにこの曲を思い出します。そんな息子も大学生になり、ただいま就活中、息子にはエンドゥさんの踊りのようにダイナミックに頑張ってほしいです。ありがとうございます。ということで今日はクラスの夏の日の1993でお伝えします。それではミュージックスタート。1993恋をした、お君に夢中、晴れ。では空の様子を見てみましょう。ただいまご覧いただいているのは東京 MX の屋上にあります半蔵門天気カメラの映像です。ただいまの気温は 32.3 度となっています。明日も晴れて蒸し暑くなるでしょう。ただ山沿いでは雨が降りそうです。雷にもご注意ください。なお現在東京 MX では視聴者参加型お天気企画空をライブを実施しております。今日のテーマはあなたの夏バテ防止法はです。はい、以上ダンシング天気予報でした。懐かしいですね。振り付けありがとうございました、はい、さて明日ですが内科医の太田文さんをお迎えします。そして来週北斗さんお休みということで、クリス松村岡本さんもですか。この2人一緒に出しちゃダメですよ。濃いですね。ご自分猿軍団みたいな話してますけど、まあでもとりあえずあの夏休みということでしょうか、ね、私の代わりにクリスカイ。はい、ということで気をつけていってらっしゃってください。岡本さんも本日もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。